This week's Amazing Amusements。 おはようございます。今週の回は低いテンションで行かないといけないっていうのがあってですね、仕事が繁忙期でですね、朝の8時とかにまあ準備して、まあ半ぐらいには出かけて、で夜帰ってくるのは11時過ぎという夜のね、3時間後に帰ってきてじゃないですよ、15時間後に帰ってきてるんですけどね。でまあガチャガチャガチャとか、まあちょっとしたことやって、まあ、すぐ風呂入って寝て、で起きたらまたすぐ出かけるみたいな、そんな生活になっちゃってるんですよ今。まあちょっとお前このコロナの中でそんな出かけて忙しく働いてって言って、まあ地元で働いてるだけなんですけどね。ちょっと世の中どうなるかわかんないので、絶対にもう家から出るなっていう戒厳令が出るまでにギリギリまでは働いておかないと生きていけないからね。東京都知事の采配一つで僕らの運命決まってきますから、まあ今できることはやっておかないとなっていう、まあ最大限の予防で行動はしておりますけれども、まあ、そんなつまらない話は置いといてですね、君のソラジオが面白い。なんかバックナンバーをね、まあ、電車にも乗れないので、もう最近二駅ぐらい歩いてるんですけど、もうラジオを聞こうと思って、昔のバックナンバー買ったやつがあるんですよ。昔君のぞって、ネット版のやつは全部バックナンバーを販売してくれたので、その販売買ってたんですよ、僕。で、それを携帯にこうね、入れてね、聞いてるんですけどね。いや、電車に乗ってなくてよかった。あんなに道端で大笑いするとは誰も思わない。ヤマトリンのラジオカンファレンス始まるぞ。またラジオやる。ラジオ生活どうするの？早10年。この企画何本目か。会議カンファレンス。見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。なんとね、オープニングを撮って。喋ってるな、これ翌日っていうね、毎日ぶつ切りで朝10分15分ずつ撮ってるっていう不思議な回なんですけど、だから昨日と声が違うかもしれない。これ回を重ねていくごとに僕が衰弱していく姿が見られるっていうこんな最中でも繁忙期っていうのはあって、まあ繁忙期なんですよ僕が今勤めてるところが。なので、これは風邪じゃないです。それから当然今の流行ってるあれでもないはずです。単純にですね、人間はね、1日15時間とかですか、休憩なしで働くように体はできてないんですよね。労働なんちゃら法みたいなのはあると思うんですけど、僕みたいに売れっ子になっちゃうとね、やっぱね、そこもね、考慮が難しくなってくるんですね。で、別に嫌いな仕事をしてるわけではないから、精神的なストレスは単純に疲れたっていうこと以外ないっていう、その疲れも物理的なもんなんで、まあドリンク剤とかね、周りの援護があって、なんとかなってるんでね、意外と元気なんですけど、僕はね、もう本当にドリンク剤を飲み続けながら生きてるような感じがします。だからね、その代わり、やっぱね、人間ね、寝れないとか休めない時に、食わないがセットになると確実に命の危険が迫るんですよ。だから今すごい食ってる。1日4食とか食ってる。食べてれば、意外とね、僕体大丈夫なんですよ。いつもそうだったの。で、まあね、年も30ちょいになってね、お前食ってればなんとかなるとか言ったら甘いぞっていうのはあると思うんです。あると思うんですけれども、本当に無駄なく時間を過ごして、だもう合間合間のほんの5分でもいいからとにかく休憩するっていうことをね、してね、なんかもう自転車操業人間みたいになってますね。まあとにかく皆さん健康を維持しましょう。明日はこの続きを撮ります。ヤマトリンのラジオカンファレンス第101回、座して聞け、ステイチューン。ヤマトリンの映画ソムリエ、おまとさんです。3日目の収録ですね。次々と収録を分けていくっていう新しいスタイルで、やってておりますが、今回は夜が夜なんでね、できれば明るい話題がいいなと思いまして、人間はですね、笑うと免疫力が上がるそうです。まあなんかその辺の説もよくなんか正しいんだが正しくないんだがよくわかりませんけれども、その辺をですね、まあ鑑みまして、笑える映画をいくつか、ピックアップして紹介をしていこうかなと。まあ紹介ってほどでもないんですけど、まあいくつかね、話せていけたらなと思っていますので、今回は珍しく実写映画のレビュー的なこと、まあアニメ映画もね含めてもいいかな。実はスクリプト一切なくて、今僕はこの場で思いつくかどうかっていう
それに全てがかかっているってちょっと怪しいところがあるんですけれども、まあそんな感じで、行きたいかなと思っております。あと映画じゃねえのも絶対あるな。はい、ということで、まずじゃあパッと思いつくやつで、まあ人が笑顔になるものであればいいかなっていうふうには思うんですけれども、とりあえず邦画からいこうか。邦画、日本の映画、とりあえずパッと思いつくやつで、との利息でござる。まさかいきなりここから紹介されるとは誰も思っていないであろう。との利息でござると、超高速参勤交代は面白かったですね。非常にコメディタッチで、まあ、要するに戦国大名の参勤交代ですよね。ああいったものをテーマにしたりとか、お城の財政を意識して作られているっていうのはなかなか僕の中では当たりでした。で、まあ、なんかまた結局時代劇に行っちゃうんですけど、花とお江戸の釣りバカ日誌っていうのがあったんですよ。江戸時代設定になってる釣りバカ日誌っていう、なんかちょっとおバカなやつが一本あるんですね、釣りバカ日誌シリーズにも。まあ、三國連太郎さんがまだ全然バリバリ元気だった頃のやつで、これも結構面白かったんです。なんでぜひこの辺もね、チェックしてみていただけたらなと思います。まあ映画見るってね、古い映画見るって引きこもる方法としては最適だと思いますんで、それこそね、今 Amazon プライムとかそういうので見れるやつはあると思いますから、ぜひ見ていただければなと、思っております。それから日本の映画、日本の作品だと映画じゃねえけど、まあ話題に上がってるであろう、バカ殿と8時代全員集合は面白いんですけど、ちょっと下がっていって、トンネルズの皆さんのおかげでしたとか、あとは笑う犬の冒険シリーズとか各世代で絶対流行ってたんで、この辺も外さないし面白いですね。とりあえず両手上げて待機してれば絶対笑わせてくれるっていう。で、あとこれ単純に免疫上げる的なやつで笑うかっていうところは若干あるんですけど、ほら人間食べないとね、免疫落ちるじゃないですか。食が進んでしまう系の、映像作品としてはあれですね、孤独のグルメとかおすすめですね。ただ外に食べに行こうとしちゃうっていうところもあるんですけど、家の中でね、自分でそれに作るのに挑戦するっていうのも一つ手だと思います。若干作り方チックなものも出てくるので、その辺を想像して自分で考えて作ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ俺結構時代劇好きなんだよね、そう思うと。だからいわゆる時代劇コメディは結構面白くて見てるんだなと改めて思いましたね。見てないので、飲み取り侍とかね、で最近の映画ですけど、最近っつっても2018年かな、全然見てないんですけど、まあ、その辺はいつか見たいなとは思ってますね。はい、それから、まあ、じゃあ海外の映画、どっちかというとやっぱり邦画よりも洋画の方が見てる方だと思うんで、そうですね、まあ定番といえば定番ですけれども、ホームアローン、まあ、これは絶対面白いですね。あとミスター・ビーン、この辺も面白いですよね。あとはこれは結構最近でもねえな、もう10年近く前ですけど、スクール・オブ・ロック、これすごい好きです。ダメな親父が、なんかロックミュージシャンのダメ親父がいるんですけど、そいつが学校の先生にまんまと潜り込んでですね、頭のいいお利口ちゃんの受験進学校みたいなところの音楽の教師やるんですよ。でやって、でロックを教えるっていう、でロックを教えた結果すごい素晴らしいことが起こるっていうやつですね。あと音楽系がやっぱ僕好きなんで、あれもすごい好きでした。天使にラブソングの1と2ね、俺もいいね。やっぱね、不動の名作だと思ってますね。あとは何があったかな、笑えるやつでしょ、まあ、あとクレヨンしんちゃん、アニメですけどね、クレヨンしんちゃんのシリーズとかね、まあ、絶対面白いですね。あと途中でアクションにどんどん変わってきますけど、ゴーストバスターズとか、まあ、今思いっきりアマゾンプライムコメディで調べてますけどねアマゾンプライムコメディで調べると結構面白いの出てきます。あ、タクシーね、これ今思いつきました。これフランス映画でしたっけね、タクシー。それからもう頑張って探していくよ。あと海外ドラマ系ですかね、海外ドラマだったら結構面白いのいっぱいありましたけど、あとあれだ、勇者ヨシヒコの冒険とか、これもテレビシリーズ面白かったですよね、僕すごい好きでしたよ。あとはあれじゃないですか、アメリカンホームコメディ系じゃないですか。嫁の影響でフレンズは随分見ましたけど、あとフルハウスとかね、その辺は絶対まあ面白いと思いますよ。あとはある意味笑えるのかどうか分かりませんけど、結構三谷幸喜作品は笑えるものは結構笑えるんですよね。実はね、結構ね、古畑任三郎でクスッときちゃう人なんですよ。すっとぼけ具合
がなかなかいいなっていう。あとバラエティにちょっと戻っていいんだったら、僕はあれ好きです。水曜どうでしょうとかね、まあたくさんありますね。結構紹介したな。まあそんな感じです。皆さんもたくさん見れる楽しい映像作品、映画いっぱいあると思いますので、ぜひ見てみてください。こんな時期ですから笑って過ごしたいと思います。そんなヤマトリンの映画紹介コーナーでした。エンディング、もう撮ってしまおうと思います。エンディングでございます。さあそんな感じでですね、告知もサクッといきたいと思うんですけれども、まずは、残念なお知らせ。コミックマーケット98、こちらの方はなんと、史上初コミケは中止が決定されました。ですので私の5月5日配置であったもの、こちらの方はまあなしということで、私は運営の方は非常に重い決断をされて、でも非常にいい決断をしてくれたんじゃないかなと、今のねこの情勢を考えれば思います。やはり皆さんね、死んではまた次のコミケに来れないということで、とにかく皆さん健康体で、次のこの戦場に、冬の戦場があればいいんですけれども、冬の戦場に向けて、生きていこうかなと思います。そしてコミケのカタログですね、こちらも発注はかかってしまって書店に並んでいるそうで、応援のためにぜひ買ってほしいということでしたので、可能な方はぜひ買っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それから私のデビューシングルブレイブラバーズの告知の前に、なんとですよ、中止に追いやられてしまいましたが、3月8日に、大阪大会に、行く予定だった私たち、一応行っては来てたんですね。それ行ってですね、なんとロケを観光、まあ、まだまだそんなコロナがブワーってなる直前だったのでね、なんとか行って帰ってこれたんですけど、3月8日の方で収録してきました、ブレイブラバーズの番外編ブレイブラブアーズっていうなんか、動画があるんですよ。こちらが発表になりまして、なんと早見翔さんもですね、声の出演で出演していただいておりまして、大張雅美さん、山根理博さん、そして川島さんも、映像出演、そして司会は兵藤和子さんと、でなぜか映像撮影ディレクション俺っていうなんで僕がディレクションしたバラエティ30分が今ブレイブラバーズの YouTube チャンネルで放送中でございます。皆さんぜひとも見ていただいて、でそしてこの活動を続けられるようにぜひともグッズを買っていただいて、大張さんたちのグッズを買っていただければ、あと僕の CD も買っていただければと思います。このデビューシングルブレイブラバーズもそのブレイブラバーズプロジェクトから発売中ですので、ぜひ買ってください。よろしくお願いいたします。販売所は、ピクシブレンド通販サイトブースでございます。詳細に関しては YouTube か Twitter でブレイブラバーズで調べていただければ確実にヒットしますので、そちらで調べてください。そして私ヤマトリンのスーパーボイス再選オリジナルサウンドトラックコンプリートベスト、こちらも通販中です。通販は失礼しました、今止めてます。DL 販売やってます、よろしくお願いいたします。番組へのメッセージは Twitter の DM そしてコメント欄等にて、お寄せください。もうなんか東京はロックダウン待ったなしとかって言われてますけれども、僕は頑張ってますということで、以上ヤマトリンのラジオカンファレンス第101回でございました。 See you next week、 バイバイ。この願い叶ったへと響き舞う、戻らない日々の中